阪神が約2週間ぶりの連勝で5カードぶりに勝ち越し、交流戦最下位を脱出した。先発ビーズリーは9回を4安打1失点で無傷の3勝目。6回には1失打、3塁を招くも連続三振。最後まで本塁だけは死守した。甲子園で助っ人の完封勝利は14年のメッセンジャー以来となった。打線は3回1失1、2塁から中野の1塁線を破る敵陣2塁打で先制。西に、三塁から森下が左前に点打を放ちこの回3得点を挙げた。やったー。開幕2連勝やー。完封は惜しかったけど、1失点完投と素晴らしい。メッセの再来かな。ビーズリーは才木と並んで安心感あるね。右にまだ打たれてないのはすごいな。やはりスイーパーとカットが打ちにくいんやろね。完封惜しかったなー。まあ、中継ぎを休められただけで満点です。今無理するよりも、これを1年間続けてほしい。西武は中日より弱い。パデコの弱さはリーグ戦消化するの供養やろ。中継ぎ登板肩を救ってくれた。そんなうまくいかんやろうけど、できれば明日の才木も最近球数多くなってるから、7回くらいで下ろせるような展開であとは勝ちと以外で逃げ切りたい。ビーズリー投手完投おめでとうございます。阪神連勝嬉しいな。いい週末になれ。完封惜しかったな。まだ間の9回は健在やな。誰が投げてもピンチになるもんな。鍋よの好守備がなけりゃ2点差まで来てた。ビーズリーやんか良いピッチャーやな。